日本関東地方神奈川県横浜市青葉区、黒金町横浜上朝尾道路、黒金町交差点黒金町は、神奈川県横浜市青葉区の地名。町名の設定のない単独町名である。住居表示未実施区域。横浜市青葉区東部に位置する鶴見川砂岩の地域である。地域の中央に、東院学園、東部に、横浜総合病院、南部に、 横浜市立鉄小学校があり、南部には横浜上浅尾道路が横断する。また、横浜上浅尾道路の環状4号、入り口交差点は、環状4号線の北の起点となっている。地域の南端を鶴見川、東端をクロス田川が流れている。東は大場町、クロス田、市川町、西は寺家町、鴨志田町、南は立花台、 上田日本町、北は、もみの木台、川崎市浅奥早野と接している。2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。町内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。